あ、またお菓子？はい、そうですね、お菓子2つ目持ってきていただきましょう。お願いします。本当にそんな嬉しい？嬉しい。あ、すごい、やった。ちょっとバリエーションが違う。ね、違うね、種類が違う。チョコレート系が入ってる。外国のお菓子だ。外国のお菓子だね。さっきからあのお菓子にものすごい丁寧なリアクションを返す内山さんを、あの後ろから朝倉さんがめちゃくちゃこんな人だったっけって顔で。校長さん、はい、食べてるイメージがなかったので。お菓子嬉しいでしょ。嬉しいですね。だから早く食べたいです。早く食べたい。朝倉さんは普通に食べたいんだと思うんですけど、それより内山さんの珍獣っぷりが今日すごい感じだったんです。トルシーです。ちょっとどうですか、失点を。いやもうこれはねやらせてもらいましたね。ほんと、もう一番の見せ場ですよね、ここ小太郎のね、うん、どっちも捨てがたいんだけど、ただ僕的にはやっぱこの赤の方がちょっと距離がね近いから。確かに2人そう、まず、うん、確かに、あの気になる女の子と足を結ぶっていうのが。足を結ぶ、言い方が怖いよ。足を結ぶんだ よ。だから離れられない状態なの。なんでこれずっとさくらさんのこと見てるの。いや分かんないよ、あっち向いてよ。そうなんですよ、こっちちょっとね、あの見れない。そうだよね、こっち見れないんです。そうだよ、もじょさん可愛、はい、いもん、ね、そうなんだよね。どうでしたか。いやでも私もあの選べって言われたら赤の方が、うん、あの小太郎、お互いのその体操着っていうんですか、うん、あれをギュッてするあの、そう、あそこに時間をかけてる、あのね、一回ためらうんだよね。わかります、あそこいいですね。触るか触らないかでお互いがためらうのよ。うん、なあ。こっち見んなって言ってんの。それがいいなってちょっと思いましたね。おおかしい、熱いですね。そうなんです、今日判明した内山聖輝くんの、お菓子に対する、うん、おかしい、うん、みんな頑張ろうね。でも昼の部終わって内山さんお菓子全く食べてなかったですけど、ちょっとキャラクター守って、キャラ性がちょっとブレてます。あれ、キャラブレブレ、キャラブレ、それは言ってはいけない。だって食欲そんなになくてお弁当も食べなかったもん ね。それは言ってはいけない。キャラブレが、あれ、お菓子が好きなの。そうだよね、お菓子大好き。そうだった、すみません、お菓子大好き、リップリップお菓子大好き、うん、みんな頑張ろうね。頑張ろう、頑張ろう。ありがとう。お菓子のどんなところが好きなの。美味しいとこだよ。食べてない、なんで切れ、なんで切れてるの。最終話です。これは日和ちゃんを心配しているひなちゃん、うん、でこれ年末のライブに誘おうかと予定を聞いているのが、ここで小太郎が必死にちょっと目線外してるけど、はい、聞きます。でその後に、ん？何か言った？と全く聞いていない。ひなちゃんというこのシーン、うん、はい、いやこれね、赤はね面白くないよ。まあそう、あれ、うん、なるほど、面白いシーンじゃないよこれは。なるほど、これはねすごいね、あの裏があるんだと思います僕は。これ小太郎のことをこう聞いてなかったって言いつつ、うん、これ聞いてるんだよね。え、なるほど、うん、そのニュアンスが朝倉さんから感じられた。お、込めたよね。え、取ってる本人、聞いてないというあのディレクションを。あ、思い込みだ、怖い、そんな子じゃない、思い込みだ、まあまあまあ、どっちにしろ面白くねえや。行ってみますか。じゃあまずロメオだと思う方拍手してみてください。ありがとうございます。ではジュリエッタだと思う方は拍手してください。ありがとうございます。え、わかった。ロメオな気がしました。マジか、もうちょっとどう、ロメオかなって。どうしよう、もうちょっと喋りたかっただけでしょ今。やばい。昼の部でもずっと裏でモチョ見てたけど、やばい、モチョ可愛い、モチョ優勝って言ってたから。言ってない。言ってた。あの男も、あっちの男も、そっちの男も、最善のやつら大体ヒナのこと見てるから。あー、モチョちゃんが可愛いからみんな見ちゃいますよね。
やめて、ひよりちゃん。可愛いのがダメなの、小太郎。だから、可愛すぎだっつーの。